バチコイ心理学。それでは行ってみましょう、はい、ラジオネーム犬系彼氏しか勝たんさん、ありがとうございます。犬系彼氏しか勝たんすね、確かに猫ダメかな岩野さん猫系ですか、どうだろう、でもまあ犬っぽいか。はじめまして、あ、どうもありがとうございます、はじめましてです。バチコイ心理学いつも楽しく拝見します、ありがとうございます。私は学生です。方法、以前の動画で卒論解析ミス3選の一つに、なんかね、卒論やりがちなミス3選紹介したんですけど、群分けしすぎがありましたが、まさに卒論でクラスター分析で群分けしようと思っててドキッとしました。青木さんのイラストとともに適切な理由がある場合は群分け OK とありましたが、どのような場合に群分けが有用となるのでしょうか、教えてくださいというお便りです。なるほどですね。確かに今野さん群分けしすぎ問題に結構あれですね、なんかその警鐘を鳴らしますよね。いや、うちの学生さんたちがさ卒論発表するときに群分けしまくってんだよ。そっか、多分それダメなの、僕別に理由があればいいと思ってるんですけど。いや、理由があればいいだろ、うん、理由大してねえんだよ。あ、だってさ、指標と A、B の2つを使って4群に分けるとかってあるんじゃん、うん、なんかその身長高い金持ってるグループ、うん、身長低い金持ってないグループとかってこうね、あの犬系彼氏分類とかあるかもしれないじゃん、うん、そういう時に、いや連続変数をあの名義尺で落とし込んでるから情報量減るよって話を散々パラ言ってんのよ、うん、それだったら重回帰の交互作用を突っ込んだらいいじゃんって。まあでもさ、 2×2 とかだったら2要因分散分析とかも全然あり得るんじゃないですか。 2×2 だったらいいよ、うん、まだ 3×4 とかだったらどうすんだよ。いや確かにまあでも重回帰だとしても結局同じ現象が起こるから、なんかね、あの群分け多すぎっていうか変数を多くしすぎない方がいいんですよ基本的に。あとね、すっごい嫌なのがその高いか低いかで分けてるじゃん、うん、もしくは 0.5SD0.5-SD で真ん中、中間群とかでやるじゃん、うん、中間そのキワキワの連中どうなんのってすっげえ思うから。ああ、まあでもそれは、まあ、統計学的には仕方がないんじゃない、そんなもんだから。ちゃんと分布を見てさ、うん、まあ、正規分布してるんだったらやっぱりそれを活かせるような分析してほしいし、うん、そのなんかガタガタしてるんだったら、まあ、それをもとにこれとこれは質が違うっていう話でちゃんとやった方がいいと俺は思うんだよね。なるほど、うん、それなんかとりあえずなんか2変数とか3変数とか突っ込んで群に分けましたって言ったらさ、サンプルがさ100人取ったってさ1群20人とかさ15人とかになってさ、うん、でそのなんか T 検定を10回やりましたとかそれは出るだろう優位さって思うから、うん、ちゃんとあのなぜそれをしなきゃいけないかっていうところを考えてほしいなって思った。あ、そうです。だからなんかあの人数が減るとかっていうのは特にあの別に悪いことじゃないと思うんですけど、だってあの希少サンプルとかを抽出してやるとかってなったら人数少なくてもやるべきじゃないですか、うん、だからなんか別にその人数多いかどうかとか情報量減るかとかっていうのはあのいいと思うんですけど、なんかとりあえずやるはやめた方がいいですね。だから一番はそこで、理由があれば全然そのいくらでも群分けして分析したらいいと思うんですけど、理由がないのにいくらでも群分けするとあのそもそも仮説ないところで研究いけない始めるみたいな感じになってしまうから、なんかそれなりの理由があるんだったら群分けしてもいいと思いますけどね、うん、今回ね送っていただいた犬系彼氏か片岡さんの場合はその単純に点数じゃなくてクラスター分析で、うん、クラスターをちゃんと分けてやるっていう風なやり方だから、わりかしなんかスムーズにいくとは思うんですよ。あ、なんかそれはいいと思いますよ、うん、だってクラスター分析するときとかって結局そのいろんな変数からなんかどういう集団がなんかその出てくるかみたいなやつを分けるって方法が基本的にクラスター分析だと思うので、それはなんか逆にそういうなんか探索的に調べる意味みたいなものがちゃんとあって、それでカテゴライズするってことが必要なんであれば、むしろそういう方法は積極的に使った方がいいかもしれないですけどね。なのでちゃんとそのね、この変数とこの変数が、あんまり相関高すぎないとか、ちゃんと質的なものが違ってくるっていうような仮説を持った上でクラスター分析やってもらえたらすごくいい研究なんじゃないかなって思います、うん、そうですね。だからちょっとあの何でも群分けしちゃいけないんだみたいな感じのところに疑問を呈してお便りを送ってきていただいたので、あのとても
いいと思いますね。グッジョブです。次もよろしく。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。